はい、こんにちは、山田店長です。今日もどうでもいい話をやらせていただきたいなと思います。今日のテーマはちょっと映り悪いですけど、ギネス記録を持っている日本企業ってことで、ちょっと感動するようなすごいのがありましたんで、今日も3分で伝えられたらなと思います。頑張ります。ドーン。はい、まず1件目がですね、1つ目がですね、株式会社、岡本株式会社さん。これ何かって、コンドームですね。ラテック製のコンドーム003、これ003というのは 0.03 ミリ、どこを測っても 0.03 ミリというのがこのコンドームの売りらしいんですけど、これが世界最薄っていうんですかね、とにかく薄いっていうことでギネス記録に載ったそうです。なんか前にも聞いたようなことあったんですけど、日本のコンドームすごい技術ですよっていうのがまさに証明された一品かなと。感動しました、朝から。で、2つ目のギネス記録、ドーン。江崎グリコプッチンプリン、世界で最も売れてるプリンってことでギネスの世界記録に認定されたそうです。1972年から発売開始されて、もう累計個数、販売個数が51億個を突破。凄まじいですね、これでギネスに載ったそうです。そして3つ目がドン、ポッキー。これは何が載ったかっていうと、ツイッターだと思うんですけども、24時間に最もツイートされたブランドってことでギネスの世界記録に載ったそうです。ちなみにツイート数が24時間以内で184万3733だそうです。これで、世界記録ギネス載ったそうです。そして3個目がこれもすごい、ドン。ここ一番屋ですね、大好きです。日本国内で昨年12月末までで1205店舗、海外ではなんと100店舗もあるそうです。どこにあるんかな、合計で1305店舗ってことで、カレー屋さんとしては世界で一番ってことでギネスに載ったそうです。ここ一番の僕社長かな、講演一度聞いたことあるんですけども、やっぱすごかったですね、その取り組み具合とか、その社長が全く遊ばないとか、その社会貢献とかですね、本気でやられてるなっていうことも感じました。それとやっぱ美味しいですもんね、やっぱ大好きです僕も、1ヶ月に1回ぐらいは食べないとなんか気が済まないぐらいですね、大好きな、会社の一つですってことで、日本にもまだまだ元気な企業あるんだと思うんですけども、まだまだ捨てたもんじゃないなと思いつつですね、今日も頑張りたいなというふうに思ってます。では最後にドーン、一日一生、本日も絶好調様です。ということで、ありがとうございました。さようなら。